マチェドニアとジェラートマチェドニアは果物や野菜のサラダの一種。果物のマチェドニアはイタリア、スペイン、フランス、ラテンアメリカなどで食べられており、マセドニアはスペイン語圏での呼び方。フランス料理ではマセドワーヌと呼ばれる。野菜のマセドワーヌいろな果物から構成されたフルーツサラダでフルーツポンチのようなデザートである。フランスのマセドワーヌは 野菜で作られたものを主に刺す。冷菜としては、いろいろな野菜とマヨネーズを和え、そのまま、サラダとして出すか、ハムに挟んで提供する。温菜として出す場合は、蒸気のような野菜を塩茹でし、肉や魚と一緒に供する。野菜は、自分でカットする場合もあるが、多くはすでにカットされている缶詰を利用する。名称の由来は、いろいろな果物が入っている様をいろいろな民族が、 住むマケドニアになぞらえたものと言われるが、いろいろな果物を取り混ぜたデザートをマケドニアと呼ぶようになった時期が18世紀末であるため、実際はアレクサンドロス大王のマケドニア王国の方を指している。ジュアン・アントニオ・シンク・ニギー、ラッパ・ラブラ・イ・エヌ・エル・ティ・エンポ、ヌエボ・シグロ、24ノーベンバー2002、ブエノス・アイレス、アージェンティーナ・ハット・オーギュスト・シーラー、ディクス・ヨネア、D ・リー、 エタマラジーフランセーズ D アプレレリザルタッツデラサイエンスモダン 1888P313 ありがとうございます。